はい、どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。ってことでね、今回はボクシング連盟について少し話していこうかな。まあ最近ニュースでやってるね、なんかボクシング連盟がどうたらこうたらっていうねニュースを皆さん見るかと思うんですけど、正直ね興味のない方もたくさんいると思うんですけども、まあ僕は以前にボクシングをやった経験がありまして、まあ少しボクシングの、ジムのね話とか、なんかちょっとだけわかるんですよね。でそれでニュースを見ていくと、なんかボクシング連盟、山根会長がどうのこうのとかね言ってるじゃないですか。あれはなんか何が言いたいのかっていうと、あの山根会長さんがね、山根会長さんがなんか例えばなんていうのかな、試合のなんか判定とかをね、アマチュアの試合とかの判定とかをやっぱちょっと自分の出身地を勝たせようとしたり、なんかやっぱりボクシングなんで力のあれなんですよ、力のまあ組織なんですけども、それでちょっとやっぱパワハラのようななんか贅沢の椅子を用意させたり、水を用意させたり、宿泊等は一番いいところを取ったり、スイート部屋みたいな、スイートかよくわかんないけど、でそれでまあ俺がボスだみたいな感じでやってたら、やっぱりそれは現代の、時代では似合わなくてですね、やっぱり下のね副会長さんとか、やっぱ、例えば埼玉出身の人だったり、なんかいろんな出身の、会長さんがいるわけですよ。その中での、山根会長さんっていうのは全国の会長、日本のボスみたいな感じなんですけども、立ち位置的にやっぱりそういうね、不適切な対応ばっか取ってると、やっぱり県ごとの会長さんが集まって、あの人をちょっと辞めさせた方がいいんじゃないかと、なるわけですよ。そういう不適切な対応ばっか取ってると。で、毎日毎日会長さんはジムの、選手の手伝いとかね、面倒見スパ、ミットを打たせるとか、ミット持って、自分でやるとか、すごい苦労してるわけなんですよ。その中で一人だけ、まあ、美味しいもの食べて、ね、グローブの、ルールも破ってお金を稼ぎしてると、そして態度も悪くてパワハラのようなことをしてる。まあそれはね、下の人はついてこないですよね。そんなことしてるとやっぱりもうみんなたかって、あの人はおかしい、みんなを降りさせるようにして新しい、ゴルフ連盟を作ろうじゃないかっていう行動が起きるのは当然なんですよ。でなぜね、別にそんなことしなくても会長さんすぐ辞めれるんじゃないかと、そんなみんなでふと袋叩きしなくても、いいんじゃないかなっていう方はたくさんいると思うんですけど、実はボクシングってなんかね、結構ね力持ってる人多いんですよ。その力っていうのは例えばなんて言うんだろう、重たいものを持つとかそういう力ではなく、社会的な力のやつですよね。それね、めっちゃね持ってる人多いんですよ。なぜかというと、試合するのにまあ会場を抑えるじゃないですか。あれ普通の人だと抑えられないですよ。それはやっぱりその会場の近くのまあいるんですね、抑えてくれるような人がたくさん、まあたくさんっていうか組織があるわけですよ。まあそういう人たちとつながってる人が多いので、なのでね、結構ねトップを叩くってことは結構危ないことなんですよ。だからね、本当にみんなで一丸となって、ああいう、まあ、一人でね、もう、絶対王政みたいなボスを、やっぱ倒すってなったら、やっぱりみんなで一丸となって、まあ、降りさせるしかないんですよね。それが、やっぱり今のゴルフ連盟は、ゴルフ連盟じゃねえや、ボクシング連盟は、やっぱね、下のやっぱどこの県の、会長さんとか、やっぱ選手もそうですし、あとなんかなんか選手にアマチュアの選手になんかお金を渡したとか、そういうなんか禁じられてるようなこともしちゃったらしいですよね。
でもその言い訳でなんかそのルールを知らなかったとか言ってるんですけど、いやあの会長さんがね、日本のトップの会長さんが日本、ボクシング協会連盟の会長さんがルールを知らなかったっていうのは、あのなんじゃあなんで会長やってるのっていう感じですよね。そういうルールとか細かく決めて、まあ決めて、でみんなが、納得して、まあ、そういうルールを作ったわけじゃないですか。それをね、ルール知らなかったっていうのは、あなたはもう会長やってる資格ないですよって言ってるように思うんですよね。だからちょっとね、あの人の言い訳はちょっとかわいそうなんですけども、まあそのまあ何事もやっぱりね、リリック筋が通ってないことをやってるともう叩かれますよ。あれじゃないですか、もう人としてどうなのかって感じじゃないですか。ボクシング協会、ボクシング連盟ってやっぱり体育会系だし、ある程度その筋が通ったこと、あの人は人間性があるから、まあ、ちょっと悪いことしても多めに見てやろうっていう人は中にはいると思うんですけど、あの山根会長っていうのはもうなんて言うんだろう、もう勝手に一人でやっちゃって、もう力で押し付けて圧力をかけて、審判員には圧力をかけて、自分出身の奈良出身の、選手を勝たせろとかで、奈良判定っていうのはあるらしいんですよ。でしかもなんかそのグローブ事件とかの領収書もあれなんですよね、すっごい昔のなんですよね、なんか2012年とかなんですよ。だからなんでね、今更みんなたかって袋叩きしてるのか分かんないですけど、だったらもっと早くやればいいじゃんみたいな。だからそれが多分ボクシング連盟のあの山根会長の力がどんどん薄れてきて今だって言ってバッてやってる可能性もありますよね。でもボクシングのWBC か WBA か分かんないですけど、日本じゃねえや、世界チャンピオンの村田さんもやっぱりボクシング連盟を批判してるわけですよ、確実に。やった、ちょっと待って、オーケー、うわっ、オーケー、チチー、はい、じゃあいます。やばいぞ、なんだよ、知れ、危ねえ、
ヘイチッチー、ありがとうございます。まあそのね、選手、そして副会長、会長、あれ県ごとの会長さんが、まああのみんな集合して、まあ山根会長を降りさせようとするまあ活動なんですけど、今回まああの感じでいけばもう降りるしかないっすよね。もう味方がいないですからね。まあもう自分の悪をまあ認めるか認めないか別にその人の自由なんで別にいいですけど。おーっと、ここに入ってきたか。死ぬんじゃねえこの人。誰だ、誰かいるぞ。下にいる、誰かいる。あれか、バグか、あれなんだ、いないんか。どっから撃ってきてんだ。あそこか、一人。あれもう一人いねえな。あ、ワンブイワンなんか。あれラストか。これ。ということでね、今回ボクシング連盟の話をしてきましたが、まあそうですね、山根会長さんは降りさせられるような、話をします。それとね、最後に、僕関係ありませんので皆さんご注意してくださいということで、今回はこれまでです。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。